魔物だらけの溶岩洞窟の中でリンクたちを救ってくれたのはシークと名乗る謎の青年でした。シークを仲間に加えたリンクたちはオルディンの溶岩洞窟を抜けてフィローネの森に入ります。樹上に築かれた集落には生き残りのハイラル兵たちがいました。彼らの中にゼルダの姿を探すリンクたちでしたが、魔物の群れに苦戦する兵たちを放ってはおけず、彼らを助けるため加勢するのでした。Sit!
Thank you.
魔女の騒乱。後世の人々がそう呼んだ時代の出来事。町から遠く離れた森の奥深くで、ハイラルの魔女は代々三つのトライフォースの均衡を見守っていました。彼女は特別な魔法を使って幾多の時空、幾多の人々の過去と未来を垣間見ることができました。ある日、魔女は一つの魂に目を留めます。まばゆいばかりに輝くその魂の持ち主は、時代を超えて魔を打ち払い、ハイラルを悪しき者から守ってきました。人々は彼を勇者と呼びました。魔女は勇者に憧れを抱きますけれども、彼のそばにはいつの時代も美しい姫の姿がありました。姫を羨む気持ちが芽生えた魔女にそっとささやくものがいました。それはかつて勇者に封じられた魂のかけらにわずかに残された悪しき者の思念でした。勇者を手に入れたいならば手を貸そう、そうささやいた悪しき者は、魔女が持っていた善の心を外に追い出して、代わりに魔女の心の半分に居座りました。悪しき者の目的は一つ、トライフォースの力で復活を果たし、ハイラルを我が物にすること。善の心を失った魔女は悪しき者に操られるまま、闇の世界とつながる転生の扉を開きました。扉から召喚されるさまざまな時代の魔物たち、ハイラル王国に再び災いが訪れようとしていました。